天航路は殺陣、日本舞踊、ダンスとバイオリンが入ったロックバンドというグループになっております。かなり世界でも類を見ないぐらいに独特の構成になっているかと思うんですけれども、全てが新曲新演出で構成されております。破天荒路としては初めて外部の脚本演出家の末原拓磨くんと一緒にゼロから作り始めた演目でございまして、まずストーリーがありまして、そこから演出を決め、音楽の方が後から追随するような形で作り始めました。内容がすごく、まあ、ダークといいますか、ディープな人間の一番奥底にある本能といいますか、そういうところを表現する、その刺激するっていうところでは、まあ、かなり重い話だなと。作品を初めて見た時、こんなに人間の本質というか深いところまで入ってくる作品なんだなっていうことに、すごくこれからどうやってこの作品を作っていこうということがとても楽しみで、ワクワクした記憶があります。鬼っていうとやっぱり桃太郎、なんか悪者っていうイメージが。鬼であって神様であって、で人であって鬼であって、人間の心の中にも鬼はあるし、人々のもともと社会だったり心の根底にあったものがこう偶像化したというんですかね、こう形になったものだとは思うんですよ。見た人によって全然違った印象が受けられるのではないかと思っています。ある人にとってはやっぱり鬼って悪の存在なんだなって思う人もいるかもしれないし、もしかしたら鬼ってもっと純粋なもの、人間の方が憎さだったり嫉妬だったり、例えば名声が欲しいとかそういう感情があるけれども、鬼はどちらかというと動物的で純粋な感情を持っているものなのではないかと思う人もいるかもしれないなというふうに思っています。最初にその鬼の役ということで話が来た時は、人間の感情として動くのではなくて動物的だったりとか、どう表現するかなって思ってたんですけど、よくよく深く考えていくと、やっぱ鬼とか神様とかって、もしかしたらもともと誰か一人の人間のやってた行動だったりとか、もうそうだったんじゃないかなって思うようになってからは、割とシンプルに役作りしていってもいいのかなと、そういうふうに変わってきました。負の部分というか欲の部分とか悪の部分っていうのがあんまりこうない、本当に汚れてない真っ白な人だなっていうのが私の役の持っている印象です。どういったらそう真っ白な人の気持ちに近づけるのかなとか、その人が一番動く原動力、その人の根本、心の一番核心にあるものって何かなっていうのを考えながら演じさせていただいたのはとても楽しかったです。自分の中ではまあ権力者というイメージで役作りをして、もう人間の欲望をどん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 こう満たしていくと、反比例して心の中はどんどん鬼のように変化していくというか、次の欲望をどん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 欲していって、心の中の鬼が具現化されていくというような人物かなと思っております。
で今までの破天荒路だとかなりその楽器班と体現班の動き的な意味での絡み方もすごく多かったんですけど、今回の結びについてはそういう動きというよりも、そうですね、内面での寄り添いがすごく強いというんですかね。やっぱお互いにそのストーリーを見て感じて、どこにこう物語を持っていくかという意味ではすごくそうやってお互いに寄り添っている部分というか、近い部分があるかなと感じますね。演目から作ったっていうのもありまして、まあ、楽曲に対してもすごくブラッシュアップして、で演目に合わせて、あ違うなってなってブラッシュアップしてブラッシュアップしてっていう作業が、まあ、すごくそのより綿密にちょっとできたと思うんですね。その曲としてもすごく聴き応えのある曲になったんじゃないかなって思いますし、演じてる人の動きに合わせてバイオリンのタイミングだったり、あと音の感じを全部自分でコントロールして演出するっていうのがすごい新しいし面白いなと思って、バイオリンのパート自体が全部が全部弾いてるわけじゃなくって、似ているところが多いんですけど、あこのシーンバイオリン弾きたいなって思ったりはありますね。まあ、見ていただいたこのトレーラーの映像はまだまだこれからどん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 と肉付けされていって、ブラッシュアップされていって、世界に発表できるものになってます。日本舞踊とか殺陣とかが知らない人でも楽しんでいただけるようなパフォーマンスをいつも心がけて作っています。劇場ライブハウスなどがなかなか使えない状況ですけども、使えるようになりましたら、この結びを引っ提げて劇場ライブハウスで暴れますので、皆様どうぞその時は楽しみに見にいらしてください。物語性があり、それがオペラチックでもあり、そしてそれを生演奏で、そして現代音楽的にメタルあり、ダンスありというところの音楽との融合、そしてその芯となっているのが日本の羽唄、江戸時代から連なっている紡いでいる羽唄というものが中心になっております。無知識、異言語、異文化の方々にも楽しんでいただけるようなエンターテインメントステージとして、作っております。ぜひ皆様楽しんでください。